黒さんのサッカー感っていうのは、まあ、今は考えてもすごくて、チームメイト、ゴールキーパーがちょっと銃で殺されたりとか、サッカーもそのちょっとやめなきゃいけないような状況、正社員で働きながら夜練習してっていうのを約5年ぐらいのエピソードめっちゃあるんですけど、もう本当に手取り、8万円卒業後の職業から、まあ、現在に至るまでお伺いしようと思うんです。こちらはまず鳥羽さんから、大学は筑波大学に進学しました。進学した経緯っていうのが、父が一応まあそれこそ学園出身者なんでね、うちの父親は。おお、なんか言ってたね。それがそう、静学が、初めて全国に出て準優勝かな、その時にした時のまあメンバー入りかなしてたんですけど、まあ、その父が関東のその大学に出て、まあ、関東のこういろんな大学のチームとか大学を知ったときに、まあ、筑波はやっぱりいいと、まあ、体育だったらやっぱり首都高校なので、まあ、そういった意味でもあの筑波がいいぞっていうのをこう父からすごい言われてて、で、まあ、最終的な選択は僕だったんですけど、まあ、結果筑波に入れてもらったという感じですね。で、筑波に入ってからは、まあ、正直、まあ、苦しい時代を4年間過ごしまして、トップの試合に出始めたときに怪我になっちゃったりとか、まあこうタイミングを逃したっていうのもあってですね。まあ中津飛ばずで4年間終わっちゃったんですね。で、大学の時に、まあ一番の収穫で行くと、一応1年から4年まで、片前広監督だったんですね。前広さんのサッカー感っていうのは、まあ今は考えてもやっぱすごくて、止める蹴ると、運ぶ外すっていう概念があって、まあ、これらは揃っている最高峰のチームはやっぱりバルセロナっていう、こういう概念なんですね。このサッカーの概念に触れることができて、それのこう指導を受けられたっていうのは、まあ、大学に行って一番収穫だったかなと思いますし、でその後あのサッカーのコーチ化した時にも子供に教えるにもすごく教えやすくて、あのそれはあの大学に行って、まあ、一番収穫だったことかなと思います。筑波レイランク自分に残ってる思い出とかあります？とにかく先輩後輩幅広くいろんな人脈ができたっていうのは筑波に行って本当に良かったなと思っていて、正直全国どこに行っても多分筑波の企業って言ってもどこにもいると思うんですよね。まあ、それが、まあ、教育関係もそうだし、まあ、民間の企業もそうだし、とあるごとにこう、いろんなところで活躍してるんですよ。多分優秀な先輩後輩が多いので、まあ、そういった人脈を得られたっていうのは、まあ、これも収穫の一つですね。あとは本当に、遊ぶとこもなんもないところなんで、らしいね、全然飲みに行くこともほぼしてなかったし、で、唯一タバコだけは禁止だったんで、タバコを吸ってる人もいなかったし、うん、そういう意味ではすごくクリーンな4年間、過ごしまして、まあそれもいい思いですね。いや、福田さんでは高校卒業後でしょうか？そうですね。一応その正式なまあ会見っていうか、ああいうのでアトレティコマドリードっていう風に出てたんですけど、結局アトレティコマドリードの組織のラージョマハダオンダっていうところと正式には契約して、でまあそこで1年やって、その後また違うマドリード市内のビジャヌエバっていうチームに、行って、でその後ブラジル1年半行って、4ヶ月ポルトガル行って、で3年ブラジル行ってっていう感じで、トータルで海外では6年間プレーしてました。大変だったことは何でしょう？大変だったことはまず、まあ、スペイン行く前にはスペイン語を勉強してたんだけど、いざ着いたらもう全く何も喋れないっていう状態 で、まあ、チームメイトともコミュニケーション取れないし、マドリードの人も英語も喋れないし、でストレスがすごい溜まって、本当にどうしようっていう風になった時に、そのチームの練習が夕方夜とかだったんですよ。午前中の9時から1時まで、マドリードの語学学校に、月曜日から金曜日までは基本的にもう毎日行って、でその時は日本語喋ることをやめて、で半年ぐらい猛勉強して、でスペイン語を喋れるようになって、まあ、そこからすごい自分の、まあ、プレーも良くなりましたし、生活もすごいストレスなくこう生活できるようになったっていうのがありましたね。あとイタブーナっていうチームにと契約したんですけど、当時2012年ブラジル国内で3番目の危険な地域って言われてて、アジア人もいないっていう中に僕が、まあ、住み始めて、でチームメイト、ゴールキーパーがちょっと銃で殺されたりとか、1週間で38人か40人ぐらい人が殺されてとか、あんまりちょっといい思い出がないというか、ちょっとヘビーだな、だいぶ。
やったそう。だから、ヘビーだよ、だいぶヘビーだよ。当時はそのスカイプっていうのがあって、家族と週に1、2回ぐらいは喋ってて、で平気で銃声の音とかも聞こえるから、親が、あんた、今銃の音しなかったの？多分、一番家族が心配してたんじゃないかなって、当時。なんかサッカー以外にも、いろいろ経験ができたかなっていう感じですね。ヨーロッパと南米の違いというヨーロッパと南米の違いはまずそのブラジルスタジアムの芝とか、まあ、練習場の芝もスパイクが見えなくなるぐらいこんな長いっていうところで、まあ、そういうグラウンドで毎回やっぱ練習してるからやっぱその南米の選手は足腰もやっぱ強いし負けない走力っていうのも厚くんじゃないかなっていうのとでスペインの選手はパスがうまいトラップがうまいあのスペイン代表のあのサッカーをもう小学校の2年とか3年生から同じようなやっぱ練習もするし同じようなこう意識でみんなやってるっていうのがやっぱすごいなっていうのと、まあ、日本って給料しっかり支払われたりするんですけど向こうって支払われないっていうのがまあ普通というか特に南米はで6ヶ月間給料も支払われなくてで、まあ、自分も試合にももう全然出てなくてでまあもうサッカーに対するモチベーションがかなり落ちてしまってでまあ引退するっていう風に決めて日本帰ってきてやっぱ海外挑戦してやっぱ良かったいやもう全然後悔がないっすねもう今ある仕事もやっぱ海外に行かなかったらないと思ってますし、まあ、何よりそのやっぱ語学を喋れることによって、外国の方と誰かを間を通してじゃなくて直接やっぱ話せるチームとの交渉もそうだしまあ向こうのエージェントもそうだしそういうのが、サッカーやってて人脈も広がって、それプラスアルファ語学も学べたっていうのが良かったかな。今の留学のアッセント、まあ代理人のエージェント業と、イベントの運営企画っていう、まあスポーツに関する事業の仕事につながってるかなっていうのはあります。ありがとうございます。まあ、その辺続きまして、大石さんに、卒業後のことをお伺いできればと思います。僕、神奈川大学で、まあ、サッカー部、にもちろん入りたくて入ったんですけど、まあ、最初、ちょっと、入部を拒否られまして、僕自身が結構、もう、チャランポランだったんで、まあ、そういうところを結構見抜くような監督で、まあ、お前みたいなやつはいらないということで、まあ、それでも、もう大学でサッカーしたいと思って入ったんで、とにかく入部させてくださいの、ずっと頭下げてたんですけど、まあ、それでも、まあ、自分自身が変わんなければ、俺は入れさせることはないみたいな。言われて、で、それで、11月まで仮入部っていう形で、ずっともう練習着ももらえない中、自分のユニフォームを着て練習に行ってっていうのを、もう11月ぐらいまでやって、それが続いてましたね。で、その11月ぐらいに、まあ、ようやく入れさせてもらって、で、まあ、入れさせてもらってから、4ヶ月ぐらいして、家庭の事情で中退っていう流れになっちゃったんですけど、その後、カリアにはどういった経緯に入られたんですか？は、まあ、大学中退して、4ヶ月、5ヶ月ぐらいは、とにかくその派遣のバイトをずっとしながら、お金をとりあえず貯めて、でも何をしたいかっていうのも自分の中になかったし、サッカーも、そのちょっとやめなきゃいけないような状況だったんで、どうしようかなって迷ってた時に、まあ、その、小学校の時のスクールのコーチが、まあ、とりあえず仕事ができて、サッカーができる環境の、チームがあるっていうのを紹介してもらって、で、それでその刈谷に練習参加させてもらってって、働きながら夜練習してっていうのを、約5年ぐらいですかね。はい、やってました。藤枝はどういう経緯で打ってくる？あ、藤枝も、言っていいのか分かんないですけど、僕、セレクションと練習参加したんですけど、まあ、多分ダメだったんですよ。でも、その FC 刈谷の、監督だった人が、僕のことをもう本当に、ご利用してくれて、とにかく、大石はいいから入れてくれっていうのをめちゃくちゃ言ってくれたみたいで、でも、藤枝に、入団させてもらったみたいな感じだったんですよね。うん、でその人がいなかったら僕は、練習参加でもダメだったし、セレクションでもダメでした。誰よりも俺が一番助けられてるんじゃないかって思うぐらい、いろんな人に支えられて、助けられてきたんで、まあ、そういう強みはもう自分の中にありますね、本当に。支えられてきたっていう、そういう思いが本当にあるんで。ツイッターでも、貧困時代の話とかもされてたと思うんですけど。ああ、貧乏時代、はい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 。僕、もう本当に、藤枝の時、仕事を紹介をしてもらえなくて、で、もうお金がとにかくなかったんで、もう自分で仕事場を探すしかなくて、
キャリアの時に介護の仕事を5年近くやってたんで、まあ、介護つながりで、まあ、自分で探してそこで働いてたんですけど、もう僕1時からあの仕事をやらせてもらってて、練習とかも途中で抜けさせてもらって仕事行ったりとかしてたんで、もう本当に手取り、8万円で、でそこから家賃だとか払ってっていう中でやってたんで、もうめちゃくちゃカツカツだったし、もう本当にいろんな選手からお金借りて年金と保険払ったりとか、俺家近いからって言って3時間ぐらい歩いて帰るなんてもう余裕でいっぱいあったし、もう本当にいろんなことを駆使してやってましたね。すごいね、知らなかった。プロになるなら、まあ、そういう性格という覚悟はあったかな。そうですね、まあ本当にアマチュア契約だったんですけど、最初はそれでも、まあ、自分がその結果出せる自信があったんで、覚悟を決めていったんで、もうどんな状況だろうが、まあ、受け入れて、まあ、その環境に身を置いて、まあ、やっていこうかなっていう覚悟はあったんで、逆にそういうのが全然苦じゃないというか、そういう環境を俺楽しんでたぐらい。プロ契約されたのはどれくらいの時？4ヶ月か5ヶ月ぐらい経ってからだと思うんですけど、はい、でそれでプロ契約の話もらってですね、はい、でももう本当もめちゃくちゃビビたるものでしたけどね、プロ契約俺でプロって言えんのかってぐらいの、はい、金額でしたけど、まあでも本当サッカー好きだったんで、まあ、結構サッカーのためなら何でも我慢できるじゃないけど、まあ、そういうのはあったからなんとかやれたかなっていうのは、はい、ありました。一旦戻られてきてからどうですか？でちょっとお金に余裕ができましたね。そっか、全然違います。まあ皆さんは話を聞きたい選手みたいなのお願いしても、僕はやっぱ県内のね J リーガーには話聞きたいですよね。まあそれこそ同期の河合とか、まあまあずっとエスパーで来てますし、あとは山本康介もジュビロずっとね、まあ途中アルビリックスかな一回行ってますけど、戻ってきてやってますから、まあ彼らなんか対談したらすげえ面白そうだなって勝手に思って。吉田さんどうですか？吉田豊選手にちょっと出てというか話聞きたいかなっていう、それこそ河合選手とかと、元チームメイトですよね、エスパレスで。うん。まあ、同年代の選手と話してもらいたいなっていうあります。大石さんはいかがですか？僕はまあ、チームメイトの矢沢さんとかやっぱり、先輩なんですけど、うん、はい。矢沢さんだったらすぐ出てくれると思いますよ。行ってきますよ、俺。あ、本当ですか？ありがとうございます。すぐ行ってきます、もう、本当に。と、まあ、あと、加納健太さんとか、もし出てくれたら、はい、天才の、なんかいろんな意見というか、聞きたいなっていうのは、僕個人的には、はい。ありがとうございます。最後にですね、静岡でプレーする選手やファンに、まあ、メッセージ、お願いできればと。はい。まあ、僕が静岡に来て感じたことは、なんか商店街でおばさんにそのボールを渡したらリフティング50回絶対できるっていう、なんか聞いた都市伝説みたいな。やっぱサッカー王国だなって、すごい感じた瞬間だったんですけど、やっぱそれぐらいこう、本当にサッカーが浸透するような、やっぱ静岡にやっぱもう一回戻ってほしいなっていうのと、まあ、僕は今現役で静岡でプレーさせてもらっているんで、まあやっぱ母校静岡県が優勝して、まあ、静岡を盛り上げてくれたので、まあ僕たちがまた、それに乗っかって、こう静岡を盛り上げていきたいなと思ってます。まず J2 昇格っていうのが目標なんで、まあ、それに向かってこう頑張って、はい、自分個人的にも結果残してチームに貢献できれば。内田さんお願いします。やっぱ昔高校サッカーも静岡がやっぱ全国ですごい目立っていて、それがまあ近年なかなか難しくなってきてる中で、去年静学が優勝して静岡もすごい盛り上がったと思うんで、小中高あとまあプロも大石の J ラマ FC もそうだし、アスルもそうだし、 J3 から J1 のチームいい成績を残してもっともっとサッカーを盛り上げていってほしいなと思います。鳥羽さんお願いします、はい、でもずっと僕も関東にいて、たまにこう静岡に帰ると地元の公園とかで子供が誰かしらこうサッカーボール蹴ってたりするっていう光景は、やっぱりこう静岡独特の文化なんじゃないかなと思っていて、やっぱりこの文化っていうのは、まあ、すごく大切にしてほしいなというふうに思ってます。で、まあ、正直はサッカー選手から、まあ、身を引いてしまった身でからしてはちょっとこうおこがましいんですけど、まあ、今後サッカー王国静岡というのが、まあ、誰しもこう口を揃えて言うようになるまでですね、まあ、今こう現役で活躍されている選手とかですね、まあ、子供たちも一生懸命頑張ってほしいなというふうに
思ってますし、僕自身もそのどんな形であっても静岡のサッカーに、まあ、貢献できるように考えて行動していきたいなという思いになってますので、まあ、引き続き、まあ、やっていきたいなと思います。ありがとうございます。本日は本当に長時間になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。